通常動力型の攻撃型潜水艦を取得しようとしている。しかも、日本の対芸型潜水艦が狙いらしいという情報を入手しました。今回は、日本の対芸型潜水艦にカナダが注目していることと、攻撃型潜水艦が、現地建造のため、日本は、落選かもということについて見ていきたいと思います。艦長も持て余す18式魚雷は、先行進度 1000M で発射される性能にも、世界から注目が集まっています。静粛性に優れているから、親潮に乗れば遅いにしても進むことが。やばい、最後まで見てくださいね。日本の潜水艦は現地建造に弱いのが最大の弱点でしょう。オーストラリアでの現地建造入札で一度落選した経緯があります。陰で中国が暗躍したとも言われますが、この入札はフランスに取られたのですが、そのフランスは原潜の建造でアメリカとイギリスに負けたとか、日本で防衛力の用と位置づけられているものの一つに潜水艦隊22隻体制があります。これは、かつて、防衛力整備計画に基づいて、2023年3月に実現したものです。2024年現在での海上自衛隊の潜水艦隊を、古い方から紹介しましょう。親潮型8隻、双竜型12隻、対芸型2隻で、計22隻体制になり、それに、親潮型2隻を練習潜水艦として加えて運用しています。海自は、22隻潜水艦隊を最新の状態で維持すべく、三菱重工業者と川崎重工業者の2社が、各年で新造潜水艦を供給しています。この流れによって、建造能力やインフラも確保されていくというわけです。言うまでもなく、海上自衛隊の潜水艦隊は、すべて通常動力型の攻撃型潜水艦です。主兵装は、艦首部に装備される6門の 533mm 魚雷発射管から運用される兵器です。こうした状況下、海自で実戦配備されている潜水艦の中では、最も古い親潮型で、2000年、平成12年3月に就役した3番艦うすしおが最古参になります。今年で25年目の艦齢になるのです。前述の通り、海自の潜水艦はすべて通常動力型攻撃型潜水艦ですが、機関部の構成は艦級ごとに違っていて、艦級と同様、大きく3種類に分けられるそうです。一番古い親潮型は、ディーゼル機関と鉛製バッテリーと発電機を備えたディーゼルエレクトリック方式で、世界の歴史上、潜水艦が海軍戦力として登場した1世紀以上前からあるという古典的な構成になります。続く、双竜型は、1番艦、双竜から、10番艦の双竜までの10隻が、ディーゼル機関と鉛製のバッテリーと発電機、そして、スターリング機関も備えた、ディーゼルエレクトリック方式で非対機依存推進方式です。双竜型11番艦桜竜、12番艦東竜、現在最新鋭の対芸型は、ディーゼル機関とリチウムイオン製バッテリーと発電機を備えたディーゼルエレクトリック方式を採用しています。双竜型11番艦を追う竜以後の機関構成は、世界の通常動力型潜水艦の中でも初めて量産化された方式です。リチウムイオンバッテリーは安全性に問題があると言われましたが、その問題をクリアしたということで注目を集めているそうです。通常動力型攻撃型潜水艦が世界的な潮流ですが、数年前までは、非対機用推進を採用することが必須と言われていました。しかし、双竜型11番艦桜竜の就役以後、認識に変化が生じてきたと感じられるのです。こういった海自の潜水艦の配備状況の中で、一時、双竜型が、オーストラリアのアタック級の後継艦として初めて海外輸出させるのでは?と取り沙汰されたことがありましたが、成就しませんでした。当時、オーストラリアは、フランスのシフラン級攻撃型原子力潜水艦を通常動力仕様に改修したものを採用することに決定しましたが、イギリス、
アメリカとの新たな軍事同盟オーカスの締結によって撤回したのです。オーカスの締結により、オーストラリアはアメリカのバージニア級攻撃型原子力潜水艦を5隻ほど調達。以後は、イギリスと新規の攻撃型潜水艦オーカス級を建造し、取得する方向へと舵を切ったのです。フランスとは手を切ったというわけですね。こうしたオーカスの動きに伴って、世界の攻撃型潜水艦市場は、今後、一気に原子力推進型に傾くだろうという見方もありましたが、高額な建造費や維持費の費用対効果を考えると、通常動力型攻撃型潜水艦の需要はまだ残っていると言えましょう。具体例として、2023年の段階で、通常動力型攻撃型潜水艦の新規取得を計画している国を挙げてみます。オランダ、ポーランド、ルーマニア、エジプト、インド、フィリピン、アルゼンチンなどです。カナダも志向しているので、インドとカナダを除けば、広い海域が戦場になると考えにくい国、つまり、大陸国が、費用対効果の良い通常動力型攻撃型潜水艦の調達を希望しているように思われます。インドの場合、広大なインド洋と、対中国への軍事上の対抗策として、沿岸部の警備や警戒に、通常動力型攻撃型潜水艦を必要としていると見られます。この考え中国やロシアと似た運用方針ではないかと感じられます。地理的な位置を考えると、カナダは西に太平洋、東に大西洋、北に北極海と広大な海域を守備範囲として抱えています。また、NATO 加盟国であり、最大の同盟国であるアメリカに隣接しているので、比較的恵まれた安全保障環境にあるとも言えそうです。カナダは、現在、イギリス海軍が、1980年代に、最後の通常動力型攻撃型潜水艦として建造したアップホルダー級潜水艦4隻を譲り受け、ビクトリア級潜水艦と名称を改めて運用しています。この旧アップホルダー級潜水艦、現ビクトリア級潜水艦のサイズを紹介します。水上排水量2185トン、水中排水量2400トン、全長 70.26m、全幅 7.6m です。主兵装は、艦首部に備えた6門の 533mm 魚雷発射艦です。イギリス海軍では、同艦は、1990年から1993年にかけて就役しましたが、イギリス海軍は、潜水艦の推進方式を原子力に一本化する決定を下しました。そのため、1993年から1994年にかけて退役し、カナダ海軍では2000年から2004年にかけて再就役したのです。現ビクトリア級潜水艦は、イギリス海軍では、わずか1から3年ほどしか運用されなかったので、貴重な新古品としてカナダ海軍が受け入れたという形になりましたが、カナダ海軍では、兵装の対艦ミサイルや機雷を取り除いて、長魚雷だけで運用しています。こうした兵装の省略から、カナダ海軍が、現ビクトリア級潜水艦に求めた能力を推理すると、純粋な哨戒任務が主と思われますが、現時点では、イギリス海軍での就役から最大35年、カナダ海軍でも25年経過していますから、老朽化が進んでいると言えましょう。そのため、カナダ国防省は、CPSP、カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトという検討機関を設置、2034年に、退役予定の現ビクトリア級潜水艦を代替する方針を進めているそうです。この CPSP では、自国海軍の要求を満たす通常動力型攻撃型潜水艦の建造可能国をフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国そして日本であると公表しています。CPSP が求める潜水艦の仕様を紹介します。1通常動力型に長期間の航行能力を持つ3北極海での運用できる4アメリカ製の兵装と戦闘システムへの対応。この4点です。その上で、カナダは、現行のビクトリア級潜水艦を4隻保有しているのですが、太平洋、大西洋、北極海という広い海域をカバーするために、最低でも8隻、最大12隻を調達する意向があると示唆しています。
報道では CPSP は、前日のフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国、日本ともすでに交渉していて、韓国や日本に視察に訪れたとも言われています。先に挙げたカナダが求める潜水艦の4つの仕様を見る限りでは、日本の対芸型は全て要件に合致するという見方があります。と言っても、多数の潜水艦取得を目指す国の多くのように、カナダが採用する潜水艦の自国内建造を要件に加えるとしたら、残念ながら、日本には、その実績はないのです。となると、日本は、また、落選ということになってしまうかもしれませんね。